羽生結弦フィギュアスケートの漫画の主人公が語る9歳の自分との感動的なジャーニー。フィギュアスケートのスーパースターである羽生結弦選手が、北京五輪男子フィギュアスケートでの成績について記者会見を行いました。しかし、その会見での羽生選手の言葉がまるで漫画の主人公のようだと多くのファンから感動の声が上がりました。 特に彼が自身の成功と原動力となった9歳の自分との関係について語ったことは、ファンの心を揺さぶりました。この記事では、羽生選手の会見での感動的な発言と、彼のフィギュアスケートキャリアにおける旅路について探っていきます。北京五輪男子フィギュアスケートで4位に輝いた羽生結弦選手。 その会見での言葉がまるで漫画の主人公のようだと多くのファンが感動しました。彼がフリースケーティングで初めて国際スケート連盟によって認定された四回転アクセルについて触れたとき、彼は会見中に涙を流していました。羽生選手は 会見で4回転アクセルに挑戦した理由について、自身の心の中にいる9歳の自分が大きな役割を果たしたことを明かしました。彼は今まで4回転半ばを飛びたいと目指していた理由は、僕の心の中にいる9歳の自分がいて、あいつが飛べ、ってずっと言ってたと語りました。この発言には多くのファンが共感し、 彼のフィギュアスケートへの情熱と純粋さに感動を覚えたのです。さらに羽生選手は自身が4回転アクセルを成功させたことについて話しました。彼は実は同じフォームなんですよ。9歳の時と。ちょっと大きくなっただけで。だから一緒に飛んだんですよね。4A をずっと探していく時に最終的に技術的にたどり着いたのがあの時のアクセルだったんです。 と述べました。羽生選手が研究し続けた結果、彼の9歳の自分と同じフォームで4回転アクセルを飛ぶことができたのです。彼はさらに最後に壁の上で手を伸ばしていたのは9歳の俺自身だったな、と思って、最後にそいつの手を取って一緒に登ったなという感触があった、と述べました。 これらの言葉に対して SNS 上では多くの人々が感動を表明しました。羽生選手の9歳の自分との絆を思い起こすエピソードはまるで感動的なアニメや漫画のようだと多くの人々がコメントしていたのです。羽生選手の会見での感動的な発言により彼はますます漫画の主人公としての評価を高めました。 彼のフィギュアスケートキャリアは多くの挑戦と苦難がありましたが、彼の情熱と努力が成功につながったのです。羽生選手は自身の成功を自分自身の努力だけでなく、多くの人々のサポートによって成し遂げたと述べています。彼の成功の裏には、コーチやスタッフ、そしてファンの熱狂的なサポートがありました。 彼は自身の応援団としての存在を強調し、多くの人々に感謝の気持ちを示しています。羽生選手の謙虚さと人間性は、彼が持つ漫画の主人公のような魅力の一部であり、多くの人々を魅了してきました。羽生結源選手の北京五輪での成績と記者会見における感動的な発言は、 彼がまるで漫画の主人公のような存在であることを再確認させました。彼の9歳の自分との絆、成功に向かう苦難の道、そして多くの人々のサポートによって築かれた彼のキャリアは、まさに異変の感動的な物語です。羽生選手のフィギュアスケートへの情熱と努力は、多くの人々に勇気と感動を与えています。 彼のストーリーは苦境に立たされた人々にとっての励ましとなり、夢を追い続ける大切さを伝えています。羽生選手はまさに現実の世界で輝く漫画の主人公であり、彼の人間性とスケートの才能は多くの人々に影響を与えています。彼の旅路はまだ終わっておらず、今後も彼の成長と成功に期待が寄せられています。 大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。